少年よ、これが絶望だ。どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。絶望おじさんです。さあ本日なんですが、気候艇デッキをね組んできたのでご紹介していきたいと思います。気候艇というデッキは、遊戯王 5Ds の、アポリアっていうかイリアステル3皇帝ですか、のあいつらが使っていたデッキでございまして、まあキャラクターデッキですね基本的に。はい。で気候艇デッキいろいろまあ組み方はあると思うんですけども、まあ、一番強いモンスターは誰かっていう、一番強いモンスター、一番強い勝ち数字というか何かっていうと、ですね、気候神竜トレスキアでぶん殴る、これです。これが一番強いです。はい。使ってる感じ。このモンスターどういうモンスターかっていうと、自分の墓地から気候モンスターを3種類除外すると特殊召喚できるんだけども、ぶん殴るときに相手のエクストラデッキのモンスター確認して、で、1体装備できるっていう。で、装備したモンスターの打点分、こいつの打点がアップするよっていう効果なんですよ。で、シンクロモンスターを装備したら、一度のバトルフェイ中に3回までモンスターに攻撃できるよっていう効果になってます。はい。気候っていうのは、シンクロモンスターを装備したときになんか効果を発動、効果で発動っていうか、打点がアップして、なんかその制圧する効果を発揮できるんですよね。打点が高いから。シンクロモンスターを装備すると。例えば、ワイゼルインフィニティとかは、シンクロモンスター装備できますし、グランエルも同じ効果で装備できるんですよ、シンクロモンスターをね。だからまあシンクロ、5Ds の時に出たテーマなんで、シンクロモンスターをガンメ出してくるテーマなんですよ、敵キャラクターのテーマなんでね。で、1個謝りたいのは、グランエルインフィニティさんは、打点がアップするんでね、ライフポイントの半分分、結構強い、4000打点になれるんで結構強い。で、ワイゼルさんは、2500あって、で、魔法カードの効果無効にできるんですよ、一旦一度。で、これが結構強いから、まあ、入れてるっていうんだけど、スキエルインフィニティさんですね、この気候艇の、これね、あまりにも弱い。あまりにも弱いので、ちょっと今回はこの、スキエルインフィニティさん一回抜きまして、まあ、残念だから首。はい。こいつらで戦っていきます、気候艇は。はい。で、気候艇ワイゼルインフィニティシンクロアブソープションは、フィールド上の気候モンスターをね、墓地を送ると、ていうだから特殊召喚できるっていう効果と、特殊召喚成功したら相手のフィールド上のモンスター1体を選択して、それを攻撃できなくさせるよっていう効果、それから破壊する効果をリリースして無効にするよっていう効果があるんで、まあ、弱いんですけど、基本的には。まあ、一応、その、まあ、サクリファイスでエスケープみたいなのができるんで、まあ、しかもサーチもできますし。なので1枚入ってますっていう感じですね。もうとにかくね、気候って先行めっちゃ弱いんですよ。最初の、このデッキ構築してる段階では、サモンプリーストとか入れて、なんか魔法カードを捨ててレベル4並べて、なんかライオンホープレイとか出してたんですけども、なんかそれはなんか、気候じゃねえなってなりまして、個人的には。気候なんだったら気候で勝とうと思って、なのでもう先行捨てまして、後攻に寄せました、今回のデッキは。もう後攻取って、取り付きあらでぶん殴っていくっていうデッキですね、基本的に。で、メインギミックは結構強くてね、インフィニティコアとか、オブリカードが結構初動になるんだけども、そのレラのカードをサーチしてこれる、まあ、気候喪失っていうカード、この辺が初動になってくるんだけども、インフィニティコアさんは、召喚と召喚に成功した場合に、デッキから気候魔法トラップカードを手に加えるということで、これで、気候喪失を持ってこれますと。で、さらに一旦に一度だけ戦闘では破壊されないよという効果と、このカードが効果で破壊されたら同じ属性のモンスターが存在しない気候艇をデッキ手札から召喚条件を無視って特殊召喚できると。だからこいつが絡むと結構ね、盤面にワイゼルインフィニティと、グランゲルインフィニティとかいう、まあ、2体が並ぶとかは結構ありますね。で、オブリガードさんは、自分をぶち殺すと、自分をぶっ破するとデッキから気候兵将オブリガード以外の気候兵を2体特殊召喚できるよっていう効果があるんですよね。で、これで、まあ、ランク4のエクシーズンにつなげていったり、リンク召喚につなげていったりとかっていう感じの動きをしていくのと、効果で破壊できるんで、オブリガードは自身をね。なので、効果で破壊されると、手札からワイズルインフィニティとか、グランエルインフィニティが出てきて、一応、こいつでぶん殴っていけるみたいな感じの、ムーブになってます。で、オブリガードから出してくれる気候兵モンスターは、まあ、一応3種類入ってますっていう感じですね。はい。で、いつも通り、まあ、増殖する G と、裏は一応、まあ、ランクマしか遊ぶ場所がないんで、まあ、サーデールはね。なんで、まあ、これないと、本当何のデッキでも勝てなくなっちゃって楽しくないから、まあ、残念ながら入れたくないんだけど、まあ、入れざるを得ないという話ですね。で、トルスキリアさんはさっき言ったように、まあ、絶対的エースなんで1枚。他にもね、気候艇とか気候モンスターっていうのは、まあ、いくつかいてね、インフィニティ、マシニクルさんの方とか、あと、その、こっちのね、アステリスクとかね、これアニメで出てましたね。この辺のモンスターとかいるんですけども、まあ、こいつらは直接勝ちに直結しないんですよ。なので、まあ、基本的にはなくてもいいかなっていうまあ、こいつでぶん殴っていくのが一番早いかなっていう、まあ、そういう感じですね。まあ、これ2枚入れてもいいと思います。だから逆に1体しょられてしまうとちょっときついので、これ2枚入れるっていう選択肢もあると思う。で、魔法トラップカードですね。後攻取るんで基本的には。なので、サンダーボルト、ハーピーの羽ぼうき、ライトニングストーム、禁じられた人続きみたいな感じがのカードが入ってるんですけども、まあ、怪獣とか入れてもらってもいいと思いますね、ここの辺は。後攻に強い札であれば、いいと思います、なんでも。やっぱね、先行取って強い動きができないできて、基本的に弱いんですよね。今の遊戯王ってやっぱカードパワー上がってきて先行ゲーがもうあまりにも加速してるんで、先行やることないデッキはこういうパワーカードをね入れるしかないんですよ。はい、なので入れてます。で、合金はエクストラそんな使わないんですよ、このデッキ。マジで取り付けられてぶん殴っていくだけなんで、合金は存分に使っていただきたいっていう感じですね。で、気候喪失は発動時の効果処理でデッキから気候モンスターを手札に加えるっていう効果があるんで、これで、まあ、取り付けレアとか持ってきたり、インフィニティコア持ってきたり、足りないやつを持ってこれればいいんで、まあ、結構強いかなっていう感じで入れてますっていう感じですね。で、リミッター解除はね一番強いんだよ、このデッキで。なんでかっていうと、トリスケリアでワンパンするデッキなんで、トリスケリアって相手のエクストラデッキからモンスターパクって装備して打点がアップするっていう効果なんで、アップした打点をさらにアップできるんですよ。だからワンパンが決まるんですよ。ワンパンマンです。はい、ワンパンマンを加速するためにこれは3積み絶対に、はい、と思ってます。で、儚は、まあ、サーチ系のうらら増持を止めるために2枚っていう感じですね。はい、でエクストラデッキはあんま使わないので、まあ、ぶっちゃけなんてもいいんだけど、まあ、一応オブリガードから出てきたモンスターをそのリンクスワイにして墓地に気候を貯めるように、まあ、機械族のグリフォード・ゲニウスとか、あとプラチナガジェットとか、まあ、この辺のモンスターはあった方がいいかなっていうふうには思ってますけど、なんか他はね結構ねオブリガードを使っちゃうと機械族縛りついちゃったりとか、まあ、いろいろあるんで、まあ、何でもいいかな。まあ一応出せるからと思ってランク4とか入れてますけど、まあ、あんまり出したことはないですね、ほとんどね。まあ、出したことがあるのは本当にクリフォート・ゲニウスとプラチナガジェットぐらいで、マジでほとんどの勝ち筋がトレスキャリアでぶん殴るっていう、まあ、そういう勝ち筋なんですよ、このデッキ。トレスキャリアを出してぶん殴ってワンパンする、これがね一番、まあ、気持ちよい勝ち筋になってますんで、早速ねデュエルをやっていきましょう。デュエルスタンバイ。先行捨ててんだけどよ、たまにこうやって先行を渡してくるやついるんだよな。あ、ハンド悪くないな。まあ、なんか障害もうしょうがないので、あれですね、ワイゼルをドヤ顔で出しておくしかないですね。増殖する G 面倒。まあ増殖する G くらいであれば、でもなんかそんなに展開しないので別にいいでしょう。マジでびっくりするくらい展開しないからね、これ。ちょっとワイゼルを出したいので、まあさすがにここは一回インフィニティコアを持っていくしかないんじゃないですかね。で、まあ次の後続を確保しておきながらワイゼルをドヤ顔で出してエンドっていうのこの世の遊戯王デッキの中で一番弱いんじゃないかっていう動きするけど大丈夫？いや、あれ本当はですね、まあ、一応ですね、なんだっけ、もうちょっと強い動きやってたんですよ、実は。あれですわ、何ですよ、これでいいか。サモンプリストをね入れて、なんかランク4してなんかライフホープレイとか出して、なんか一応先行はちょっと強くしてたんですけど、なんかこれは果たして気候デッキなのかってなりまして俺の中でこれ気候デッキかってなって、なんかちょっとライオホープレイでぶん殴って勝ってるなって思い出して、ちょっとこれやめようって思ってね。シナジーもないし、特にレベル4であることだけだからシナジーがやめようと思って、抜いたんですけど、じゃあなんか抜いたらなんか先行マジ弱くなったっていうねびっくりするぐらい弱いっていう先行、まあ、1枚ドローぐらいはね全然許しますよ、こっち。魔法カード1回無効にするんで、このワイゼル・インフィニティさんに頑張ってもらって、でワイゼル・インフィニティさんが殺されそうになったら、手札からシンクロアブソープションを出してなんか遅延するっていうね、そういう動き、これが先行の理想ムーブです。はい、これ何デッキだろうね。増援、増援無理じゃね？増援無理じゃね？いやでも増援くらいはどうすか増援ちょっと早期な気がするな。おとりに打ってきてる可能性があるんで、ちょっと一回通しましょう。何ですか相手手札、リキッドマン。何ヒーローデッキ、かっこいいデッキだな。なるほど。シャドウミスト持ち送る。お前コスト強えな、お前コスト強すぎだろ。やべ、チーターいる。もうちょっと頑張ってマジで融合を止めるしかないんじゃない。じゃあワイゼルインフィニティさんで融合を止めていくっていうスタイルね。うわうららかぶったで、まあそれはねうらら効かないんですよ、置くだけなんでね。まあこれで多分インクリースをデッキからセットして、でインクリースを特殊召喚して、で、デッキから特殊召喚するっていう効果発動しますよね、おそらくね。ここに圧倒的ハウルだ。さあ来い、よしここだ、いけ、うおーほい止まれ止まれ止まれ、よーしよ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 し、バイオには絶対繋がせねえ。ただこの召喚剣使ってねえんだよな相手。ちょっとエアーマン召喚だけやめよう。ほんまにほんまにほんまに。あ、リキッドマンはまあ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 そのぐらい許してあげましょう。リキッドマンの効果でシャドウミストを特殊召喚してマスクチェンジを持ってくるっていう効果を発動しようというのがやべえな。まあでもダークロー、まあそこまで。おーとライトニングストームは今ちょっと今弱いな。今弱いですねライトニングストーム。マスクチェンジはサーチする。おっとローヤルカゴかっこいい。でまあまあアシッド出てくるかマスクチェンジ、それも全然止める。全然無理全然無理。マスクチェンジはもういいや。マスクチェンジは別にいい。融合はもちろん無効にするよ。でこの後に出てくるモンスターに対してシンクロアブソープションを特殊召喚し、シンクロアブソープションの効果で相手のモンスターの攻撃を、まあ、無効にし頑張るっていうことですね。これが本当気候できるフュージョンデスティニー。お前反応強すぎるだろ、どうなってんだこいつ。やばい、死んだかこれ俺さすがに死にそう、さすがに死んだから。いやでもデストロイフェニックスガイはいない、ディストピアガイも結構きつい。でも今あんまり打点が、変動してないからあんまり意味がない。ディストピアガイはね、自分の打点がなんか変動してると元々の攻撃力に戻して、モンスター相手のモンスターとか魔法トラップ破壊するよみたいな効果を持ってるんですよね。だからまあ、ヒーローで言うと、お注射天使ドレッドバスター君とか出していくと、まあ、打点が上がって効果発動できるようになったりするんだけど、いやマジでやばい。本当にこれさすがに死んだかもしれない。クロスガイ、うわ強っ、クロスガイとかいう最強カードすぎるんだけどこれ。でディアボリックガイ蘇生して、ディアボリックガイリリースして、なんか好きなヒーローを持ってくるとかいう劇的にやばいことが起きる。やばい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 どんどんやばいぞ。まあ一応でも増殖する G は通ってっから、向こうも結構怖いだろ。いやニービルとか飛んでるかもしれないぞ。俺のデッキニービル入ってないけどな。いや増殖する G から引くね。うわアダスターゴールドやっべいやちょっとマリシャスベインはやめよう、よくないよそれは。終わった可能性が高いやばいか。いやでも言うてまああれですね、シンクロアブソープションで1体の攻撃は無効にできるんで、しかも破壊効果1回ね無効にするっていう効果があるんですよ、シンクロアブソープションくん。リリースすると自分いなくなる代わりに相手のカードを破壊する効果ですね。カードを破壊する効果が無効に1回できるっていう。マリシャスベインはマジでやばい。マリシャスベインはほんまにやばい。マジでやばいからこれ一旦ワイゼルインフィニティシンクロアブソープション出して攻撃無効にしとくしかないんじゃないこれ。マジで行くしかねえ、行け。ワイゼルインフィニティシンクロアブソープションを特殊召喚として、特殊召喚に成功した、ワイゼルインフィニティシンクロアブソープションのこれはマスクチェンジですねこれね。多分これさすがにマスクチェンジ、マスクチェンジは別にいいから、そんなに痛くないから今もうこの手札こんだけ手札あるから、なんか1枚抜かれようとそこまで困りはしない。ちょっと通ってお願いだから。相手全然効果知らなくてめっちゃテキスト読むなわかんねえよな気候艇とかな、知らんよな、知らねえよな気候艇の効果なんてな。シンクロアブソープション君の効果一応読んどけ。フィールドのカード発動する効果が発動するとこいつをリリースして無効にするぞ。まあ自分は帰ってこねえけどな。お前せめて帰ってこいよ、せめて帰ってきてくれ。スターダストドラゴン見習ってくれ頼むから。でダイナマイトガイの効果で、ああそっかダイナマイトガイで打点上げることできるのか、なるほど。オッケーで打点3800になる。あこれ破壊効果もしかして使ってくれるやつ、破壊効果使ってくれるやつはさすがにここ1回まあリリースして無効にするけど大丈夫かな。まあ無効にせざるを得ないですよね、ですよね。まあここ多分マスクチェンジ打ってくるのかな、チェーンしてマスクチェンジみたいな感じなんでしょうね。でマスクチェンジ打つよね、まあ出るよだよね。で、それが出てくる。で、あの3000は殴れないんで、このターン。っていうことは、この3体でライフ取れなければいいんですよ、僕は。いや、これ耐えたんじゃね？これ耐えたんじゃねこれ。これ奇跡起きたんじゃねこれ。いや、これ多分ね、ギリ耐えてる気がするんだよね。で、ダークローの効果発動する。はいはいはい。あー、蘇生がキモきしょ。蘇生はやっちゃダメでしょ。ライトニングストーム腐ってんのマジきちいな。で、1枚蘇生していく。これマジで死ぬのかなこれ。マスクチェンジ1枚でもあったら死にそうだな。ほんとやばい。助けて。耐えろ、奇跡起きろ。これはなんだ、消化条件。ドレッドバスターが OK。ドレッドバスターはいい。ドレッドバスターはいい。3000、2900、1000。耐えたんじゃねえか ?5、6900。これ耐えてる。これは耐えた。マスクチェンジだけほんとにやめて。でもこれチェーンティーにマスクチェンジない。生きろ！姿は美しい！よし！よし、生きたらでかい。ライトニングストームきすぎたらてめえ。いや、このね、気候喪失とかいうカードマジで邪魔なんだよねこれ。気候喪失打つしかないよね。気候喪失打ってで、気候喪失打ってだな。で、モンスターを手札に加えるしかないということですね。で、トリスケリア持ってこざるを得ないわけですよ、こちらとしては。もうこいつでぶん殴って勝つしかないから、俺は。ちょっと頼むから取ってくれ。で、トレスケリアだけ抜くのやめて。トレスケリア抜くのはマジで効いてない。うわー、全然いい。それは全然いい。で、墓地のモンスター3種類を除外したことによって、この最強モンスター爆誕するぞ。俺は、3体の、気候モンスター3種類をゲームから除外することにより、入れよう気候侵入トリスケリア。そしてトリスケリアは攻撃も、これもうもはやもうこれでぶん殴りに結構あるけどなこれ。あ、これグランエルアイ出して打点半分にしとくか。一応打点半分にします。一応半分にしますか。半分マンを召喚し、半分マンの効果によりお前のモンスターの攻撃力は半分になるぜ。あとは500とかいうクソラゴモンスターをぶん殴るだけだ。まあ、シンクロモンスターは多分いないが関係ねえ。いけ気候神竜トリスケリアでお前の謎のモンスターに攻撃。そして気候神竜トリスケリアの効果、お前のエクストラキットを全て確認し。シンクロモンスターいないな、しょうがねえ、いいだろう。どれが一番打点が高えんだお前だな。いけダメージステップ、自分ダメージしていいですか。リミッター解除。うーおりゃーあぶねえ、神ゲーだこのゲームは。神ゲー、このデッキ先行弱いんだって。勘弁してくれよ。先行弱いんだって、やることないんだって。なんだよマジで、なんか先行渡してくんのやめて。何デッキかわかんねえけど、なんか先行渡してくるデッキろくなデッキじゃないでしょ。現代遊戯王でさ、なんか先行渡してくるってかなりろくなデッキじゃないよね。あとなんか思ったんだけどさ、これさ気候喪失してるから、これライトニングストームちょっと若干弱いんだよな。先行あったわね。高校は強いけど、もちろん高校はめっちゃ強いんだけどさ。で、インフィニティコアの効果でもう一回サーチカード持ってきといて、でアドバンテージを稼いでいくしかねえこれで。ほんでだな、これはさすがにマシンナーズフォートレスか。これなんかマシンナーズフォートレスもなんか別にいらねえなこれ。別にこれマシンナーズフォートレスである必要性があんまねえ。もういっか。で、インフィニティコア破壊して、で、インフィニティコアの効果と手札の気候帝ワイゼルインフィニティの効果発動。ワイゼルインフィニティはフィールド上のモンスターに効果が流せた場合、手札から特殊召喚できる。そして魔法カードを一度無効にすることができる。いけ気候帝ワイゼルインフィニティ。そして気候帝グランエルインフィニティを特殊召喚。こいつはライフポイントの半分の、打点分攻守がアップするで、ね、これ結構強いんですよね。で、まあターン終了ですね。これでドヤ顔でターンエンドしてるのやばいでしょ。これでドヤ顔でターンエンドしてるのかなりやばいですよね。現代遊戯王でこの先行展開で終わる時あります？強欲で金満夏も、ああなるほど。まあ、止める止めるカードはあるよ。一応ワイズにインフィニティで2枚のアドバンテージは獲得するのは1回無効にさせてもらうよ。だけどもこの後妨害ないよ。だけどもこの後妨害ないです。僕のデッキ妨害ありません。ご自由にどうぞご自由にどうぞ。やばすぎる。ウルトラスリートフラッグシップディール出た。あれじゃん、デッキからなんかライフポイント払って出せる最強のあれですよね、カードですよね。フラッグシップディール、これよく自殺デッキに使われてましたね、これね。この間のなんか謎のなんか自殺イベントに使われてましたね、これね。はい、えれえ考えんなあ。それは何するマンですか。まあ一回ひとしずく引いたんで、まあ割と制圧モンスターはなんとかなるかなって感じはするんだけど、フィールドのカード1枚対象に取ってそのカードを破壊する。あ、それは無効ですね。フラッグシップディールの効果で出てきたモンスターは特殊召喚した時の効果は無効になってますんで、はい。これ大丈夫なんですか。ターン1じゃないんですか。このカード名の1位の効果それじゃ1対2としかできないんで書いてます。これ大丈夫ですか。これなんか破壊できないんじゃないこれ。大丈夫なんかな。はい、プレイングマネージャーなんか強そうだな。プレイングマネージャー何すんだ。なんかえれいいろいろ行ったり来たりしてんなワンキル取れられなければ別になんとかなるんですけど、うわやばい、パワードキュースまずい。そのカードはなんか戦闘ダメージが倍になるみたいな効果あった気がする。やば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 。確か2回攻撃できるんだっけ。2回攻撃できる。オッケー、まあまあでも死ななければいい。死ななければ安い。ああ、オッケー、全然いいよ。問題はない。2000ダイレクトも食らおう。オッケー。バトルフェル中に効果発動するか。あ、ないな。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。まだいい、まだいい、まだいい。まだ全然大丈夫。言うて、全然問題ないですから、その辺のモンスターも全部効果無効にすれば問題ないんで。はい。パワードギブスを回収していけば、それはまあ許してやろう。で、あとは、あれですね、一滴をどこで打つかって話ですね。お前は誰やわからん。わかんねえけど、なんか、一滴ぶっかければ、あいつは黙るだろ。リミッター解除めっちゃ来るな。リミッター解除めっちゃ来るな。どんだけリミッター解除したい。こういう時に出せるのちょっと強いけどね。あいつ。なんだっけ、マシンナーズフォートレスが。マシンナーズフォートレスでも別にサーチできるわけじゃないから、別になんか、なくても別にいいんだよな。はい、どうぞ。まあ、このモンスターとかは別に通んなくてもいいです。効果。別に。特になんかこれで、なんか、こいつが通んないからといって、なんかやばいことは起きないんで、問題ないです。なんかサーチするのはどうぞ。相手のデッキにシンクロモンスターいんのかな。はい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 、あ、いろいろ出てきたね。なんかいっぱい出てきた。フィールドのカード1枚対象取って発動する、破壊する。なるほど。そろそろ行きますか。そろそろぶっかけます。あとはなんかとりあえずなんか全部ぶっかけて、あとはひたすらぶん投げるか。こことコストはだから、何枚ありゃいいんだ。123枚だな。1枚、これもいらないから2枚、3枚目も一滴で一滴捨てるか。一滴いらねえもんな。これでいいや。ねえと、まず君のフィールド上のモンスターの効果を3体選んで、無効にして攻撃力を半分にするっていうゲロヤバ効果を発動していくだよ。よし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 、いいぞ。よし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 、いいぞ。これ先に持ってきとくか。絶望のモンスターを貴様の目の前に爆誕させてやるぜ。俺はデッキで存在する気候神竜トリスケリアを手札に加えさせてもらうぜ。そして墓地に存在する3種類の気候モンスターをゲームから除外することにより、史上最強モンスター気候神竜トリスケリアを特殊召喚。行け少年よ、これが絶望だ。さあ、よくよく効果を読むことだな。ああ、そいつの効果無効になってる。残念だったな。そいつの効果は残念ながら無効になっているぜ。俺はデッキより気候兵モンスターを2体特殊召喚できる。これによりなんか謎のモンスターを2体特殊召喚していく。そして一応オブリガードの効果、これはエンドフェイスにうんこを投げつけるっていう効果だ。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、まあこれエクシーズ召喚する必要もあんまないんだけどね。殴ってるとも勝てるかこれ、さすがに。なんでかって僕の手札には皆さん何がありますか。そうリミッター解除が2枚すでに手札に来ているのだよ。俺は1枚オーバーレイユニットを1枚使ってデッキから、これはなんかシンクロアブソーションでいいか。シンクロアブソーションを手札に加えていくぜ。そしてこのままバトルフェイズに移行する。バトルフェイズいけ、気候神竜取り付けられててめえのモンスターに攻撃、そして気候神竜取り付けられた効果発動。お前のエクストラデッキを確認し、その中からモンスター1体を装備するぜ。シンクロモンスター全然いないやん。どれが一番打点なかった。おーアーゼウス来た。アーゼウス打点だけいただいちゃおう。いただきまーす。ダメージステップ自分ダメしていいですか。リミッター解除チェンジ、リミッター解除チェンジ。攻撃力2万4000。残念だったな。本物のウルトラアスリートは俺だったようだな。なんか高校取ってくるやつ死ぬほどいんなこのゲーム。先行強いっていう噂は嘘だったのか。マジでなんかめちゃくちゃなんか高校取ってくるんだけどみんな面白いね。ろくなデッキじゃないんだよね高校取るデッキは。まあ俺が言えたことじゃないんだけど、まあ、俺もひたすら高校取ってるから、コースインフィニティコアとなんかなんだかんだなんかちょっとだけインフィニティワイゼルインフィニティさんちょっとだけ強いっていうね。ちょっとだけ強いっていう謎にね。ちなみに一応このインフィニティコアとかワイゼルインフィニティが破壊されるとデスペラードリボルバードラゴンとか出てこれるんで、まあ、相性悪くはないと思います一応ね。でグランゲルインフィニティも出していく、これはいつものお決まりムーブですね。まあ、先行これくらいしかやることないんで、はい。もうドヤ顔の攻撃表示よこんなもので。ワイゼルインフィニティを特殊化していく。はいこれでカードを一応セットしといてエンドですかね、はい、魔法カードを無効にする以上。いやおっと切断かジャンクコンバーター。何ジャンクコンバーター、貴様そのモンスターは不動優勢のモンスター。貴様不動優勢なのか。あマジで不動優勢っぽいな。ガチめに不動優勢っぽいな。シンクロンキャリア出た。これマジの不動優勢じゃん。シンクロモンスターは滅びてもらう。貴様のシンクロ召喚のせいで我が未来は絶望の未来へと変わってしまった。お前のせいだ、全てはお前のせいだ。お前がシンクロ召喚などという召喚方法を駆使するからこんな絶望の未来になってしまったんだ。貴様は絶対に許さない。貴様には本当の絶望を味わってもらう。何シンクロ召喚だと。ジャンクスピーダーはやばい。ジャンクスピーダーはマジでやばい。世界が終わるかもしれない。可能な限りなんかシンクロンチューナーをデッキから出すとかいうなんかやばいこと書いてあるんですよね。この人何体出てくるんですか。4体。出しすぎ、どう考えても出しすぎでしょ。やばい、何これ、何で出てくるのこれ。ハイパーライブラリアン。やばそう、さすがにやばい。これ何枚ドローされるんだ俺。やばいかもしんねえ。マジで勘弁してください。リトルウォーリアー、やばいやばいやばい。なんかやばいこと起きるぞこれ。やばい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 。アルティメットソリティア始まるぞ俺。ソリティア長すぎるんだこいつ。いつまで進行してんだよ。下降潮流な、そのカード。自分のフィールド上のモンスターの何レベルを1から3まで指定する。知ら、何それ、何それ。何それ、何その謎カード。手札の枚数えぐいけどね。増殖する G でも打ったんですかみたいな。ハイパーライブラリアン君のなんか性能やばすぎなんだけど。黒どういうこと。やべえ、全然わかんねえ。これ何が起きるのこれ。なんかシューティングクエスター3体くらい出てくるのかなと思ったんだけどさ、なんか全然違うんだけどこれ。これ何これ。あえっ、あ、そういうこと。あ、そういうこと。だからレベル2にしたの。パワーオンフェローズってこと。あ、なるほど。これやべえ打点になるなあ。まずい。あのカードを適用されたらバトルフェル中に効果を発動することはできなくなる。そして戦闘ダメージが倍になる。やばい。やばい。俺は我々グラベルインフィニティ。まずいぞ。アルティメットスクラップフィストが飛んでくる。勘弁してくれ。うわ、やめろ。そんなことをしてはいけない。なんだ俺。うわあ。3分38400ってなんだよ。くっそー、許さんぞ不動優勢。